茨城大学理学部中等理科教育法の4、えー、その最後の授業になりますおよそ30分ぐらい、えー、お話しさせていただきます、えー、こんなところからちょっと話してみようかなと思うんですけどもうんと私のスタンスです、えー、人間と自然というのをねこうとりあえずこう分けて 東洋の人たちは自然の中に人間を入れて考えやすいんですけどもなかなか西洋の人はね宗教的な利用もあるらしくですね自然から人間をちょっと切り離して考えるという、まあ、そういうことがあるようですね。まあ、あの別にそれを,を踏襲するわけではないんですけども、まあ、ちょっとこういうふうに話してみるとちょっと見ものが見えるかなということで、えー、仮にやってみますね。 この2つのつ関係性なんですすけどもい,ろいろあるかと思いますやっぱり自然のものからね我々いろんなもの食べ物をいただきますし子供が自然の中で遊んだり自然の中にいろんなルールがあるというふうにね見立ててそしてそれをいろいろこう,もう見ていく、えー、決まりをね、えー、ルール法則そういったものをこう調べていってあこうだね まあ中にはそれを神が書いたというふうに言う人もいるでしょうしガリレオを見たりですね、えー、そうじゃなくて自然の雄大さというふうに見る人もいるかもしれませんでとにかく科学という行いというのはこの人間と自然の関係の性の中の一つかななんていうふうに、まあ、大きな風呂敷を広げてね、えー、捉えることにしています、まあ、そうすると少し気が楽になるんですね科学を覚えるもんだなんてかそういうふうに言うよりもまだね少しいいかなという でその教育活動というねその人格の完成を目指すと言われる教育活動の中の、まあ、その中の一つというのが、ね、理科教育かと思います。国語があり社会があり数学がありねいろんなあものがあって人格の完成を目指すんだろうと思うんですけども理科ってどんなところかな、えー、もちろん物価聖地の、ね、知識そこで得られた成果を、ねまあ、最終的には子どもたちに授けていくバトンタッチしていくということなのかもしれませんけれどもそれだけじゃなくね なんかこう事実に基づいて論理的に思考して批判的に考えたりねで物の見方考え方を養いまたそれを使って、えー、いろんなものをね問題点を見出して、えー、自分で、えー、解決する方法を考えてっていうそういうたくましい人間をね作るっていうそういうところかなというふうにも思います。であのこの物価聖地以外のところにね、えー、なんて言うんでしょうやっぱり社会との関わり。 えー、科学に関するいろんな問題がありますからまあ、そういったところも含めて、えー、この理科教育法の4というのはこのもやもやしたところですね、えー、なんとかやってみようというまあ、そういうことだったわけであります。えー、これ中学校3年生の理科のうんと目次です。人、えー、人間間ととと自然とかね科学技術と人間なんてあの 学習指導要領でも言われておりますけれども、まあ、一番最後の単元に置かれているものですから、えー、ね、物価政治とは違う第五領域だなんていう,、ね、いうふうに言う人もおります。最後に置か,かれているもので、高等学校のね、入試の時期になってしまうので、えー、あまりやられません。えー、ここ、前ら4度計かなんか言ってですね、幻の単元というふうに。 実施率ね、調査する都合低いんですけどね、ちょっと忘れてしまいましたけども、そういう幻の単元みたいなね、ところもあります、実際はね。だけど、今まで勉強したことをですね、その知識、技能、態度、物の見方、考え方、そしてね、生き物に対する畏敬の念とかですね、自然って不思議だな、そういった感覚、そういったものをこう、すべてね、それを生かして、また実社会を見つめていこう。 関わっていこうととというところでははても大切なな領域のはずなんですよ、ねうん、これね第一単元で見ていくとこれ運動とエネルギーこれニュートンのことをやっただかっていうそれだけじゃなくてね、えー、そのジュールというそのエネルギーというやつをこのニュートンメートルだけじゃなくて、えー、電気の方のね話ともつなげたし熱ともつなげたしやっぱりこれ中学校3年生はやっぱ統合されてましたよね単元4の物理運、うん、と化学とイオンのところではね これは水溶液にこれ電気入れるんですからね。えー、なんか趣味悪いですよね。でもそうしてくると、つぶつぶというふうにね、あの中学校2年生まででやってきましたけれども、そこにこう電気的なものを入れるとまたさらにね、理解がすごく進むんだよというような話ですね。そして小学校までの3区分であった酸性アルカリ性中性なんていうものがね、一直線に,上に並んで、 ほんで中和だなんてね、なことになってきましたいろんなものがこう統合されてきてますよね、えー。中学校までの義務教育のね、中英理科教育の,その構造というのもですね、まあ、いろんなところで今までお話ししてきた通りです。えー、2年生の皆さんはね、まあ、いきなり大辻先生の授業を受けて、えー、なんだかはこ,れこれ理科なのなんて思いながらですね、お付き合いいただいたのかもしれませんけど、一番最後の部分を先にやっちゃったという、そんなところかもしれませんですね。 えー、で、えーまあ、今回はこの最後のところを中等理科教育校の4ということでね本当は模擬授業やってほしかったんですけども、まあ、こういう状況だったもんですから学習指導案のおとね、うん、教材研究の発表というところで終わってしまいました、まあ、全員やるというですねちょっと無謀なあところもあったんですけれども、まあ、最後はねこういう形で、えー、皆さんとお話しさせていただいてそれでまあ終わりということになってまいりました。 じゃあですね理科教育ということ全体をまとめる15分20分ちょっと喋ってみようかなと次に思います、えー、いけるんでしょうかできるかちょっと自信がないんですけどもこんな話をしたことはありませんやってみますね理科教育サイエンスエディケーションですねあのー、いろんなところからですね、あのーまあ、力学というか見方があります アプローチがありますねやっぱりこれカリキュラムだっていうね学校の中のカリキュラムだ、ね、そのスパイラル構造先ほどもねちょっと中学校3年生までにこういうふうに統合されてるってきっと話をしました、えー、下の学年でね学んだことをこう上の学年でより豊かに広げてお話をあの組み立てていくというそういうカリキュラムの構造がありますよね学習指導要領がそれのもとになっていてということで、まあ、それは法律的にねこういう位置づけにありました えー、学校教育法の思行規則というところに初めてね学習指導要領構想部スタディというのが文言でね、えー、出てきますこれも教員採用試験とかで出てきますね構想部スタディ、えー、一番上には The Constitution 日本国憲法がありというね第26条があるなんて話も皆さん勉強したかと思いますそして先ほど出てきました人格の完成というのをね目指すんだというところは教育基本法のところでありましたねこの辺言いますと Science in Education 人づくりの中の科学 理科教育の役割というそういう見方かというふうに思います。学習指導要領はねあのいろんな社会の影響を受けます、えー。戦後生活単元学習というところから始まりですね、うん、これじゃいかんっていうんでね何、えー、ですかね、えー、這い回る経験主義だなんていうの批判があって昭和33年は系統学習学問の系統をやっていこういやいやこれはもっと現代化だ。 子供は小さな科学者だっていうような形でね、えー、この冷戦の昭和44年が出てきたりもします。勉強しすぎさせすぎましてね、校内暴力とかあったんで、これいかんっていうんで、ゆとりという言葉がね、出てきましたね。で、低学年理科が消滅し、総合的な学習が始まり、また、あまあ、瞑想するような感じですね。平成10年の時の,あの総時間数が中学校一番低かった、980ですか、年間のね。 えー、ゆとりが始まり昭和52年始まりでね、まあ、どん底は平成10年の学習指導要領で,したですねであと平成20年と29年はあまり変わってないんじゃないかっていう見方あるかもしれませんが小学校 ABC の領域が撤廃されて、まあ、子どもを忘れたと私は言いますけれどもそれが平成20年ですね まあ、普通の人だったら言語活動とかいうあのわけわからんこと言うんですけども、まあ、とにかくこういうこと理科としてはこっちの方が重要じゃないかなと私は思いますねで平成29年の方はあの理科ではあんまり関係ないんですけども3つの柱えこれ理科のやり方が他のにも写ったというのはそんなイメージですねえこんなふうにあの非常に時代の流れを,を受けていきます教育ってそういうものです で大元はというとですねこの辺の科学戦争に負けた科学戦に負けたっていうところもそうなんですけれどもうんと軍国主義の、ね、子どもたちをどうやってこの民主主義の人子どもたちにしていくかっていうそういうところが始まったんですね「えー、この尊厳自由平等」「ルソーの考え方」ですよねで。これがですね実は今日本人全然できてないなっていうこことはこのことを私はこの。 コロナ禍の中でね、巣ごもりしていて気がつきました。いじめもそうだし、黒人問題もそうだし、全然今の現代人はですね、えー、このルソーが考えた頃の18世紀のですね、えー、思想が全然あの実現できてないなっていう、そんな気がします。えっ、ー、と、授業というのがね、一番理科教育の中の根幹ですけれども、 えーまあ、そこではね、理科室というところをね、やって、理心法、理科教育振興法なんていうね、法律的なものもあったりもします。で、そこではね、我々、うん、と昭和の33年、44年の頃から、スチューリエントセンターでの、うん、児童中心主義のね、やり方をすごく大切にしてきたんです、先輩たちがね。えー、この考え方は、やっぱりルソーのね、えー、ことをよく勉強した、うん、ペスタロッチ。 実物教育、直感教育、開発教育、とこういったところを実現していこうっていう先輩、小先輩がですね、すごく頑張ったんですよ。えー、ペスタロッチを持ってきたのは、高峰秀夫というラスト侍です。えー、っと、これはび、白虎隊に入れなかった、ちょっと年下のね、籠、ま、城、あ、してた人ですけども、えー、この人がペスタロッチ主義を持ってきて、でその後ずっとね、まあ、時間、時代が経ちますけれども、対象自由教育を過ぎた後に、うん、問題解決学習っていうことでね。 えー、我々の諸先輩があのとってもすごい多分ね世界一番良かったんじゃないですかね子どもと土地を中心にこうああでもないこうでもないやっていく、えー、そういうことをやってきたんですね。で、えー、まあ,あの教育っていうのはいろんな人がですね口出しやすいもんですから。 えー、本当ミニマムエッセンスの探究を重,要重視していたそういった教科書があのあの、ね、あの批判の対象になっなぜかこう記憶していくようなものになっちゃったりもしますね。 理科の特徴の一つはねやっぱ自然検証というものがあるから観察や実験が可能である、まあ、これは3年生以上の人にはねあのお話しできたかというふうに思います一番最初の出会った時の授業がそうだったかと思いますけども、えー、環境問題っていう、ね、ところまでこう関係するような、うん、大切な教科ですよねで子どもたちにどんなことを授けるかっていうことなんですがこれも一言で言うのをねあの <laughs> ちょっとなんかける気が引けるんですけどもさっきから出てきました、うん、ロジカル・シンキング論理的思考とかねクリティカル・シンキング批判的思考ものの見方考え方態度姿勢生命観まあ知識・技能・態度って一言で言っちゃうこともあるんですけどもね。 それから、あのこの、うん、丸本喜一っていう人がなんですけども、この問題解決のあたりですね、これ昭和33年の系統学習を立てた人ですが、うーんその人たちはね、えー、方法の知識なんてね、赤松さんとか、平松藤代先生もそうですし、大木雅義先生もそうですね。 えー、方法の知識っていうねそういう言葉も言われていってましたねそして何よりも自然現象の中からそう何か課題をね親と思うようなその見抜く力というのがすごく助けるの大変なんだってそういうの話をしてましたね、えー、こういったあの自然に対する見方、うん、捉え方アプローチの仕方そういったものをこうそして自分でのものを解決していくね えー、そういったところをつけていく、まあ、ここが理科教育の一番のところかと思いますけども、なかなかこれが難しい、えー、そういったところがね、分かってくれないんですよ。でどうしてもね、中学校、高等学校行っちゃいますとね、知識変調それから数値のね、えー、ものになって、現象から離れていってしまいますので、まあ、理科好き、理科嫌いってことになってきて、やれ、これは暗記科目だという、その裏にはあ、入試というですね、ちょっと寂しいものがある。 えーね、え一番手っ取り早いやり方にやっぱり流れてしまうんですよね人間っていうのは。でそうじゃなくてやっぱりこう生きていく上ではその物事をしっかりと捉ええー、問題ね,えかねちょっと面白いことを発見しっていうそういう探究の、ね、能力というのが大切なんだけれどもなんかそっちへ行っちゃってるというところなんですね。えー、それであのもう少し寂しいっていうのはこの辺です。右上になりますけども 全国学力学習状況調査、学学テストなんつってですねあの点数の低い沖縄、大阪、があ辺りは、ですねあの <laughs> 学学テストなんて言ってるようなんですけども、えー、こういうふうにね、やっぱり点数でその成果を見てしまうという、そういう風潮がどうしても、うん、そうですね、文部科学省の官僚ももう熟世代ですからね、こういうふうになっちゃっております、それから外国と比較しようというところも出てきてしまいますよね。 今まではあの下積みがあるもんですから昭和33年44年の頃からのです、ね、子どもの,あの発想を大切にするというものがあるもんですから非常に理科教育はあのいい点が取れています。でこれはの、まあね、日本人は非常に勤勉だとかそういう国民性もありますし、えー、先生方の、ね、優秀さ、まあ、これが最近ちょっと落ちてるとかいろんな話もありますけれども、えー、いうところで、まあ国,うん、国際比較もいいというところになっています。 うんね、日本人それでも外に学ぼう学ぼうとするもんですからスウェーデン行こうとするんですねスウェーデンは日本人に学んだっていう,言うんですけどね、えー、なんだこの人たちはと思って、えー、見てるという話も伺いますけどもねそれでやっぱりこういう社会のね、えー、問題っていうところがどうしてもあります先ほどの冷戦とかねそういったところにも右往左往されますし 内容が大きく削られたりいろんなこともあったりしますやっぱ社会のとの関わりの中での理科教育というのがあるというのは間違いないですねそして社会問題いろんなことも科学に関係しています、まあ、その点を、ね、今回の授業でやってきたということではあるわけですね えー、ノーベル賞、今ね、あのー、発表されてる時期ですけども、そういった専門家をね、養成するという、そういう側面もあります。まあ、これは学校教育とはちょっと違いますね、えー。大学、それから大学院の方、これはエデュケーション・イン・サイエンスということで、えー、科学者をね、えー、さらにこう増やしていこうというところは、まあ、エデュケーション・イン・サイエンス、まあ、専門家を養成していくっていう、そういうことなんですけども、そのベースになるのはやっぱり理科教育、えー、いうところですかね。 それから教員まあ今,今皆さんがまさに、ね、免許を取ろうとしているというところもありますし、それから採用、そしてこの後、ね、先生、教団に立った後の研修という、そういったところもお、まあ、業務といいますか、あー範ちに入っていくことかも思います。 でそして全体をですね、あの理科教育の我々も、まあ、あの大学の人間ですからリサーチしています、理科教育の、まあ、教育研究っていうところですね、あの子どもたちがどういうふうにね理科を勉強していくか、まあ、より効率的にとかね、点数を良くするためにはその方法の研究、まあ、それだけじゃないですね、国際比較もあれば、あ歴史研究もあればあ、まあ、いろいろあるんでね。 えー、理科教育研究いろいろ幅が広いということになってはおりますさあねでも理科教育のこと、まあ、もっと、まあ、もっとね語り尽くしてないとは思うんですけれども、まあ、こんな図をちょっと書いてみましたあごちゃごちゃしましたねやっぱりね <laughs>、えー、大変でしたじゃあこの理科教育研究というところでねこれからちょっと皆さんのキャリアの話に絡めてちょっとお話をしていきましょう 大学院と、それから次は学会の話、まあ、先に大学院の話ですけどもね、えー、2つの大本山というのが昔からあの歴史的にあります、広島の高等師範学校の流れを組む広島大学、それから東京高等師範の流れを組む筑波大学、この2つがね、えー、大学の研究者、理科教育の研究者を養成するという、これ、昔からあるところですね、それから2多くの教育大学、まる教育大学ってあちこちありますよね。えー と考えてみただけでも10個もあってあれこんなにあるんだと思ったんですけれども、えー、こういったところがねうんとなんとか博士を養成できないかもちろん修士の、ねえー、と,こででところでうんと現職の先生方の、ね、教育というのを頑張ったりしています、えー、そしてまあ博士ご家庭を持っているところもいくつかあります持ってないところもあります 地理的にちょっと広すぎると北海道はねもうこれがないと何て言うんでしょうもう大学が全然ないっていうそういう状況があったりもしますよねこれ何とかこうな、ねうん、うん、と函館と旭川とっていくつかに分校がありますよね北海道教育大学はねまあいろいろそういう何て言うんですかねうんと設立目的がなんとなくこう分かれてきてるような気がしますけどね それからいろんな地方の大学では教職大学院という方に今流れが大きく動いています。リサーチというよりもね、えー、現職の先生方、より優秀なあの現職の方を養成しようというそういうふうに流れてきています。えー、なのでね、うんあのなんていうんですか、教壇に立ったことのある方があの大学の教壇に立つようにというそういうことになってきていますね。 うんとそれによるですね弊害もあります。と、先生方、あまり英語読めません <laughs>。とかですね <laughs>、海外の学会行って、行かないんです、先生が、リサーチ,のリサーチャーなのに。っていうようなこともあるし、するので、全国一斉にこの教職大学院やるとですね、本当に日本の,あの理科教育研究は、ダメになります。はい、今、そういうことになってきてます、本当にね。文科学省、それでいいというふうなあの舵じ切ってるんで、しょうがないんですけども。 えー、でまあ私は一応両方できるつもりでいるんですけどもね、えー、規定に従うと免許を持ってるだけじゃダメらしくてですね、えーまあ、いろんなことあるんですけどもね。 そんなわけで、現場経験とかね、実践、それの経験を重視しようという流れが、今、大学院の方ではありますね。まあ、こういったところも皆さん、あの、敏感にかん察知して、それで皆さんのキャリアを考えていただければという、そういうことですね。それから大学院の方でい、えー、きますと、まあ、先ほどの筑波、広島あの方、まあ、それぞれね、高峰秀夫、先ほどのペスタロッチを持ってきた方が、東京・今年案のね、学校長をやられました。 それから北条時行っていう方もね広島の方ですね、うん、こういう人たちが始めたねうんと高等師範の流れを組むところで博士課程っていうのがあります、えー、と広島はね理科教育の歴史の磯崎先生という方もいらっしゃいますしつくばは片,片,片山片、えー、先生がですねあの、まあ、化学そういった方もやってますねそれから とはね、先ほどの教職大学院だけじゃなくて、博士課程をやろうというところですと、東京学芸大学を中心とした連合大学院もあります。えー、埼玉大学、千葉大学、横国とかね、いうところが一緒にやってますねから。兵庫教育大学を中心とした関西の方の連合大学院もあります。上越、鳴門、岡山とかね、ありますねで。最近は愛知教育大学と静岡教育大学ね、始めたりとか、えー、単独で東京理科大学がポンとあったりとかね。い、うんまあ、いろいろ あります、ねまあどこで皆さんはあの,あ,のあのね博士号ドクターデグリーもしチャレンジするとしたらというそういうことですねでもねこれ理学部工学部から考えたらこれしかないんですこれしかないんです日本には本当にはい博士号取れる理科教育で博士号取れるっていうのがなので皆さん狙い目ですよ狙い目ですよ土っちゃあれかもしれませんけどね、えー でまあ、のそれぞれ特色がありますこれ、連合大学院、どうしてかっていうと、一つの大学院でですね、スタッフが揃えられないんです、はっきり言えば。うん、なので連合です。ある意味、バーチャルですね。で普段ここにいて、まあ、時々発表会とかね、ではあの連合でやるっていう、そういうことなんだと思いますけれどもね。それから、滋賀大学がなぜ入るか、ある人がですね、上越教育大学から滋賀大学が移っちゃったんですね。 <laughs> そしたら滋賀大学がこの連合大学に入ってきましたけどもあんまり言うと怒られますから、えー、なんかだからねもういろいろなんですねもうああそうなんだいろいろ私聞いてください、はい、あの裏話等々もお話ししたいと思いますねで博士になるときはやっぱり論文数というのはね、えー、若いうちに3本ぐらい学会誌があることとかねそんなようなことになってきあ,あるかと思いますまあそれぞれの大学でそういう規定があるかと思いますんで えーまあ、それでねいろんなお作法だとか教育方法研究方法をね皆さん身につけてそれで大学の教壇に立つというそういうことなんですね、まあ、ところがこの現場経験を重視するということとから研究の方で論文数を重視するということがですねなかなか両方できないところがあるんですねそれからあの研究者はあんまり実践の方に顔出さないとかねもちろん実践研究する人もいるんですけども この研究と実践が乖離してるっていうところがですね、昔からあります。これ、なんとかつなげられないかなと思って、私もずっと生きてるんですけども、もうすぐ人生終わっちゃいそうですね。はい。えー、と、は海外ですね。どっかもう海外にないか。あとでお話し,しますけども、まあ、これもですね、日本人は全然海外の学会出てこないじゃないか。何やってんだって、常にいつも怒られます。だから俺来てるだろうって言うんですけどもね、お前じゃだめだとる <laughs> いうことなのかもしれませんが、えー、日本と海外の帰りです。 えー、昭和の頃にですね先人たちがすごい頑張っていいものを作った実践研究実践がですねあんまり海外に出ていかないんですねうーんとにもどかしくて一生懸命あの何、ーあのー、て言うんでしょうそういうベテランを海外に連れ出したりも私もしたんですけどもね、えー、なんだなんだあいつらは <laughs> ってう,うに妙に思われたりもしましたがまあこういった問題があこの分野領域にはありますね、えー、いろんな学会があります、えー、理科教育学会でもこれだけ これぐらいしか頭に浮かびません。はい。えー、まあ、そうですね。こんなもんですね。うん。あとは、うん、そうですね。こんなもんですね。最近の STEM 教育学会も一応入れときましたけども、というとこですね。で、どこもですね、今、あのうんと会員数が少なくて困ってたりします。はい。 なので是非皆さんね何か学会に入ってそれでねそういう研究の方も視野に入れながらあ実践の方もやっていただくというそういう実践家になるとすごくいいなというふうに思いますね。 で自分の実践もね研究実践する中で実践研究する中でねあの論文にまとめたりしてそれで、えー、なんかねあの論文数貯めて大学の大学の方に職を得るなんてねそういう人生もいいんじゃないかなっていうふうに思います。えー、と研究と実践の帰りということがあるどうやら海外ではですね,そうだね今台湾と韓国がすごく頑張ってます。 まあ私の目からすると研究のための研究っていう気がしてですね、なんだか統計研究ばっかりしてってね、あんまりもっと人生見ろよ、子供たちの顔見ろよっていう、そういう気もするんですけれども、まあとにかくしょうがないですね。えー、でも、鼻息荒い人たちがたくさんいます。から女性がすごい頑張ってます。はい韓国のね、あれですよ、えー、とこ行くと、本当ね、あの大学、学生のレベルからですね、もう女性がすごい多いです。もう日本の日じゃないですね。はい それから最近、タイとかインドネシアもね、どんどん頑張ってきてます。はい日本人、ちょっとがあの、ダメです、理科教育の分野ではね。なので、皆さん、あの、うん、え英語があんまり苦手じゃない方は是非、ぜひ理科教育のね、ああ、こういったところでもいけるかもなんてね、思っていただけるとありがたいですね。 日本と海外の帰り、から研究と実践の帰り、こういうところがありますねと。私は大学3年生の時に理科教育行こうかななんていうふうに思って、そしたら先生がね、だいたいこんなような話したんですね。お前、英語を頑張って、それで実践とあの研究と結んで、えーなんと、なんとかせいみたいなことを、なんか若い時に吹き込まれまして、忠実にそれを目指してきた人生かもしれません。よく分かりませんけどね。えーまあ うん、その先生が思ったようなちょっと人間にはなんなかったかもしれませんけどね。はい。えー、そんなわけで、えー、あとは皆さんのキャリアですね。えー、まあ、最初は理科の先生、えー、なるかもしれません。もしかすると民間の方にね、先に行って、その後先生になってくる、そういう実社会の経験を積んだ先生、それもいいですね。えー やっぱり先生もですねその昔はあの一律っていうか平等っていう感じだったんですけども、まあ、平成の昭和の30年の頃からねだんだんと先生の中にも上下関係を作るようにどん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 そういう雰囲気になってきて、えー、平成18年だったでしたっけ、えー、と教育基本法も改定されて子どもたちとかね人間とか自分それから教育というものに向き合うよりも法律に向き合えっていうことになっちゃいましたからね。 えー、大変なもんですね。えー、なので今先生方はんかね、うん、元気ないですね。まあそれでもねあの子どもたちの笑顔に救われます。一日一度は大声ではなんか腹の底から笑える職業だよって私の父親も言ってました。私の父親はずっと教有ということでね、えーまあ、管理職にはならずに退職しましたけどもね、まあ、そういう横、まあ、喜びのあるいや,やりがい、生きがいのある職種ですよね。 まああの校長になるためにはこういったステップということで一応書いておきました。どっちが偉いとかそういう話じゃありませんよ。それぞれに役割があるという、それでいうことかというふうに思いますね。で、でそれぞれね、教員免許更新講習っていうのは10年ごとにあるし、5年次研修、初年次研修、10年次研修、いろんな研修があってね、先生方もまあブラッシュアップをしているという、そういうことです。で、まあ、中にはねあの教、教育委員会っていう方にね、行政の方に出て、 指導主事というふうにね学校を通するいろんな学校をね通じてこういろんなねあのなんていうんですかね管理施設の管理である人もいれば教育内容のね助言をする人もいればさまざまなそういった仕事をされる方もいらっしゃいますよね。で指導主事で一回出てねでまた教頭に戻ってくるとかねいろんなそのこのところあの行ったり来たりというそういうこともあるかと思います。 だから組合ですね、教員うんと今3割ぐらいですかね、ちょっとあの <laughs>、えー、いろんなところからね、えー、なんかあのつるし上げがやりやあるところですけども、日教総みたいなね、教員の組合っていうのがあって、えー、そちらの方で頑張って、またこちらに戻ってくるんだってね、そういう方もいらっしゃるようですね。えっと、茨城県はですね、組合と、それからその行政の方が仲いいんです。 え普通は考えられないんですけれどもこれ仲いい県ですね非常にあのあんまりあのはいあのやり合ってないそういうとこですねそれから水族館博物館環境センターそういったところに出向してそれでまた共有に戻ってくるそういう方もいらっしゃいますねうんと何人か知ってますようんと大洗いの水族館行ってねそれからそこ,こうんとかだ東京ね国立科学博物館には一つポストがあってそこに えー、茨城県の先生が昔はね、一人いましたね。それでまた戻ってきたりとかね。それから、あとは、祝いのね、科学、自然科、自然史博物館ですか。ああいったところにもおりますね。はい。あの知り合いがなんか何人も行ってますけどはい。行ったり、あの、交代してますね。それで、えー、と、あとは何ですかね。うん。ああ、この、あれだな。 指導主事の話をちょっとしないといけませんねこれは教育委員会のもとに学校というのは作られておりますので、指導主事若い指導主事、40代の指導主事がですね、えー、50代後半の校長先生に対していろんなお願いとか指示をしなきゃいけないという、どうもねやりにくいというそういう仕事があったりもするみたいですね。まあ、あの教育委員会ってそういうところですからね。うんまあ、それであの校長先生と指導主事行ったり来たりする人もいたりします。いち様々ですね であとは大学の方ですけれども非常勤講師でね15時間を時々持つというような方もいらっしゃるかと思いますし私立の先生とかでもね、うん、そこでということもあるかもしれませんからあとは大学で上勤の講師レクチャラーになってそれで論文をどんどん貯めてねアソシエートプロフェッサー準教授になりそしてプロフェッサーになっていくというそういうことですね どっちが偉いとかいう,そういうことではなくてね、それぞれ人生のステージかと思いますし、まあ論文ねあ、年取って論文を多くなっていけばそういうことになってきますよね、そんなことかと思います。え左上の写真はね、これ、韓国ですね。えっと、3年生以上の方にはこの授業をしたんですけども、覚えてますかうんと地球の採算運動をねあの、探究的にやるやつですね。 はいえー、と地球ゴマをね最初遊んでおいてそれのあと実はその地球ゴマでこの絵が考えられるというそういう,う、まあ、授業ですけどもね韓国人の人にやったんですね非常に熱心に食い入ってますね、はい、こうでなきゃいけませんよ皆さん <laughs> そうですね、えー、大学の先生もファクルティーディベロップメントっていってね研修があります 皆さんはね民間の方にも,ちもしかすると一度行ってその後また教,という教育の、ね、世界に入ってくるかもしれません、まあ、こんな風にね、まあ、縦の、まあ、流れということ以外にね,ねこの横を突き抜けていくということもありますからね、まあ、あのこれだけ広がりを今の時点で一応持ってれば、まあ、皆さんもねまだねまだっちょうとあれですけどこれからですからね、えー、どこ狙っていこうかとかね いろんなこととができるかといいう,うに思いますね。これ何もねなくてやみくもに先生先生っていうふうにね多くの、まあ、今までの人はそうなっちゃったんですけどもまあ一言ねこんなあの展望っていうか広がりをお話ししとくとまた違うかもしれませんですね。 えー、キャリアのお話ということで、まあ、いろんなオプションというかね、えー、ありがありますよって話をしました。まあ実際はこれね、それぞれ、あのー、上に行くときっていうか、また試験があったりね、えー、あるかというふうに思いますけども、これどこの世界でも一緒ですからね、皆さんもどんどん自分を磨いてね、世のため、人のために尽くしていっていただければというふうに思いますね。 はいキャリアのお話をさせていただきました。それではあの最後ね、ねこのなんかぼやっと、ちょっと霞の中にある理科教育ですけれども、えー、どうでしょう、こんな話をねするのは初めてだったんですけども、うんまあね、歴史があり、えー、もちろん歴史がありますよね、これ、どの領域も同じかと思います、それから世界ともつ、ね、ながってましたね、冷戦というのがね、えー、との影響がを受けていたし、それから国際比較調査というのもあったりね、 えー、しますそして何よりもね子どもというのが、あのー、目の前にいますからねその明るさにやっぱり心が、ねね、和む部分っていうのは非常に大きいですねそしてその子どもたちの、ね、未来というのが描けるじゃないですかでその子たちのために今の段階でこの,この子どもたちの今の段階に自分は何ができるだろうって常にやっぱりこう自分にも,も振り返ってくるんですよね そういう理科教育人つ作りなのでうんとってもまあ魅力的なところがあるかというふうに思います、えー、次の世代がね、えー、こういった環境問題等にどういうふうに取り組んでくれるんだろうか、ねまあ、そういう大きな見方もできますし一人一人の子どもの、ね、成長というものを楽しみにもできます、えー、先人がねいろいろづき上げたところからまた自分自身が一体何ができるかっていうねそういったところもあるかと思いますけどもね そんなふうに、まあ、皆さんそれぞれのね、やりたいこと、教員免許というものを取ろうとね、どう,う思ったところで、まあ、こういったとこあの分野にね、あの足を踏み込んだということかもしれません。なかなか面白い領域じゃないですか。いろんなところとね、えー、こう関わりのある領域ですね。えー、理科の教育法の,理科の教中等理科教育法の2とか3ではね、主にこの、 うん子うん授業のね、えー、ところ、物価政治のところを中心にやりました。で、4のところで社会との関わりっていうところでね。 えーまあ、広げたところであります、まあ、皆さんもね、だいぶ、ああ、理科っていうだけ広いんだなああ、理科のイメージもね、ちょっと変わったかもしれません。うん、皆さんもね、それぞれの、えー、思考というか、やりたいこととね、つなげて、えー、少しでもそれにプラスになればというふうに思います。それぞれ悩んでね、えー、人生切り抜けていっていただければというふうに思います。えっと、理科教育、こんなふうにね、のいろんなところと関わりがあります。えー なので、えー、非常に面白い分野だと思いますよ。うん、研究にも進めるし、子どもたちの実践の方に、ね、没頭することもできるし、えーね、評価法を俺はやるんだとかねあの、いろんなことができますから、すごく面白い分野なんでね、ぜひ皆さんも若い力をです、ね、こちらの領域に注いでいただければな、なんていうふうに思います。 私も後輩になれなんていうね、そんな大それったことは考えておりません。あの、もうそれよりもね、同じ同輩としてですね、一緒にあの同じレベルでね、精査たくまできればなというふうに、そんなふうに考えておりますね。えっ、ー、と、中途理科教法の4、良い,い終わりということでございまして、うーんーと、95年に茨城大学に来てですね、二、え、十、ー、何年経ったんですけども、えー、2016年から他の大学に行っちゃったんですが、えー 多分これが茨城大学でお話しできる本当の最後の最後かというふうに思いますね。えーまあ、まあいろんなことがありましたけれどもねあの、まあ、皆さんそれぞれ頑張っていただいてるんじゃないかなというふうに思いますね。さあこれで、えー、茨城大学の皆さんへの講義はおしまいということにしたいと思います。